栄養管理ならちゃんとしてる。じゃあはるか先輩の見せてください。全然管理できてない。はるか先輩43点。シンプルすぎます。出ましょう。そういえば山崎さんというのは凛さんが岩飛びに転校する前からの親友なんでしたよね。うん、言いたくもなりますよ。レシピは俺が考える。おお、はるちゃんがやる気に。サバしかないのはダメですよ。分かってる。嘘だろ、ありえねえ。岩清水先輩の記録を抜いたぞ。ニトリ先輩すっげえ。誰かの教え方が良かったんじゃねえか。うるせえ。すっげえすニトリ先輩。これでもう地方大会のリレーは出場決定っすよ。気が早いよ桃くん。でもありがとう。一体どんな練習したんすか。なんかすごい秘訣でもあるんすか。いや、山崎先輩が練習見てくれて。ずるい。俺にも教えてください。めんどくせえ先輩。ねえってば。、はい、まだ本番で泳げると決まったわけじゃねえ。気抜くなよ。はい。あなたたちまだ練習してたの。あまちゃん先生、もう下校時間過ぎると生活指導の先生に叱られちゃうわよ。地方大会はもう来週です。だからギリギリまでやっておきたくて。引き継ぎの練習はやった分だけ成果が出るし。もう一回頼む。はい。引き継ぎの練習。そうです。俺たちが強豪校と互角以上に渡り合えるかは、この引き継ぎでいかにタイムを縮められるかにかかっているんです。泳いでくる相手のタッチする瞬間を先読みし、相手がタッチ動作に入ったら体を倒し続け、タッチと同時にスタート台を蹴る。引き継ぐ理想の時間差は0秒。でもそんなギリギリで飛び込んで、もしフライングにでもなったら。うん、失格だよ。でもフライングを怖がってちゃダメなんだ。このタイミングを極めれば俺たちはもっとタイムを縮められるんです。おお、こんな時間まで。お、あ、生活指導の校長先生まで。すみません、今ちょうど帰ろうとしていたところで。いやいや大丈夫ですよ。それより七瀬くん、君にスカウトの問い合わせがあったそうだね。すごいじゃないか、君は我が校の誇りだ。地方大会はみんな注目している。頑張ってくれよ。はい。そういえば地方大会のリレー、サメ塚はニトリ君もメンバー枠に入ってきたらしいです。アイちゃんと戦えるんだ、楽しみ。にしてもやっぱり強敵はリンちゃんとソウちゃんだよね。ソウちゃんって何なんですか。それじゃあソウスケ、肩治ったんだね。ソウスケだから。マコト先輩どうしたんですか。あ、いや、ゴーちゃんって山崎くんのこと何か聞いてる。何。さあな、どっちでもいい。泳いでるなら治ったんだろ。もちろん知っているよ。あ、君が七瀬くんだね。関係ない。理論的あるってことだ。春ねえ、春本当に大丈夫。ああ、なんでもない。ありませんよ。わかってるよ。それじゃ今日も練習頑張ろう。おう。春来てくれたんだ。忘れてっただろ、弁当おばさんが届けてくれって。ああ、そっか、ありがとう。はるちゃんがね、連れてきてくれたの。誠のコーチ姿が見たいって頼まれた。ありがとう、はる。リレーは一人じゃない、4人で泳ぐんだ。この4人で泳げばどこまでだっていける。俺はお前たちと一緒に泳ぎたい。今はその気持ちを大事にしたいんだ。ねえ、はるちゃん、スイミングクラブ一緒に入ろうよ。いやだ、めんどくさい。でもはるちゃん泳ぐの好きでしょ。別に好きじゃない。入りたいならまこと一人で入ればいいだろう。
だったら僕も入らない。なんで？だってハルちゃんと一緒じゃなきゃ意味ないよ。はい、水の中じゃ最強だね、ハルちゃん。なんだそれ。イルカは人気だからな。あと一つしか残ってねえ。お前らじゃんけんで決めろ。あ、ほらじゃんけん。僕やっぱりこれがいい。でもお前これもいいなって思ってたから。はい、はるちゃん。いけ誠先輩の対決も忘れないでくださいよ。ハル、ごめん、まこちゃん、つい…ついじゃない。なんでまた遥先輩の家に？ハルんちに泊まってたんだって。ああ、昨日の夜。よし。甘すぎたか。俺たちがあいつの味方になってやらないと。何の話だ。騙された。はい、俺が行ってくる。ハル、ハルカ先輩、任せました。渚、ちょっとそこに座れ。渚を止めることにした。何買収されてるんだよ。葉月君のことは自分たちに任せ。ずっとタイムや勝ち負けにこだわらず、夢なんて探して見つかると思えなかったんだ。世界で泳ぎ続け。ごめん。ここは先生のおごりよ。おお。サバ味噌は？それはさすがにない。見つけたって。食べてみようよ。そうね。あの時のハルちゃんは泳ぎたい一心でさ、水槽の前でいきなり脱ぎ始めて。え？ What's the purpose of your visit?なんて言ってる。サイトシーイング。ナイストゥーミーチュー。マイネームイズハルカ七瀬。ウィニーもお前のこと気に入ったみたいだぜ。Dinner's ready, Haru. Please come in. I cooked some mackerel. You like it, right? In Japanese, it's called saba? Yes. きっとお前のせいだ。お前が女みたいな名前だから。お前だろ、それは。ああ？お前だろ。お前だ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 。って、こんなことしてる場合じゃねえ。はるか先輩をあんな風に変えてしまったのは、僕たちかもしれない。去年はハルちゃん、ただプールで泳ぎたい一心で。ハル、俺はお前たちとリレーを。